ハリアーとレクサス NX 比較してみてやっていきたいと思います。まあメーカーさんにも呼ばれなかったんでね、好き勝手やっていいでしょう。まあ吸盤勝負でね、いつも通りやっていきます。昨日 RX 出しましたもんね。そう、多分これが6日に出てるだろうな。なんか別の動画を6日に出そうとしたけど、血迷ってこっち出しますっていう感じになりそう。で、明日からは、まあ、ちょっと一回 NX 祭りは終了ということで、別の車のちょっと祭りがね、まあ、アコード、アリア祭りになりそう。どっちか良かった方をね、やります。はい。じゃあ、サイズ、こんな感じです。まあ、全長はハリアーの方が長いんだ。前後は全部一緒で、重量とかはちょっとやっぱオプションの兼ね合いとかもあって、100キロぐらいね、NX の方が重いですね。で、全幅がね、ハリアーの方が10ミリ細いと。いうことで、ただ残念ながらね、どちらもマンションの立体パレットのね、車幅制限を超えてしまいますので、まあ、車高がねクリアしてるハイルーフかのねマンションだったとしても入らないのでご注意ということで、まあ、これがねやっぱ日本ではかなりしんどいとこはあるよねっていう。でなんでこれ NX とかで特に言ってるかっていうと、下位モデルの UX とか LBX が装備とかの内装の部分でしょぼいっていうのが問題なわけで、散々言ってるけどね。だからそこがもうちょっと良くなれば別にそっち買うからいいんだけど、なんかその辺は価格に対する所有満足度が低いなっていう文句をずっと言ってるんでね。まあ結局、まあ、だから NX ぐらいまで上げないとやっぱ所有満足度は高くないよねっていうのもあって、 NX がシャーバ 1850mm 以下で出てくれればなおいいのになっていうこと言ってるんですよ、まあ、UX とか LBX が商品力上げるのも必要だけどね。じゃあ最小回転半径、ハリア 5.7 で、まあ NX は 5.8 ということで、なんでだろう、 こっちの方が幅が広いからなのかな、わかんないけど、なんかちょっとだけ困りが効かないと。まあほぼ誤差でしょう。同じプラットフォーム使ってますから、兄弟車ですから。じゃあ燃費ね、燃費、まあトヨタなんでね、特に気にすることもないと。スバルの動画の時はもう燃費を言うのをちょっと気にしちゃうけど、まあトヨタなんで特に気にせず燃費の話はできると。ハリアーが 22.3 で、まあ NX は 20.9 ということで、まあハリアーの方が燃費がいいと。ちなみにラブ4と比較すると、もしかしあでもそうか、ラブ4 E4 だから、そうするとクラスポの方が燃費いいな、 E4 だと、ハリアー、ラブ4クラス、違う、ハリ E4 だとハリアー、クラスポ、ラブ4 NX かな。まあ、ニックモデルだと、まあ、ハリア、NX、RX の順かな。ラブ4はね、ベースグレードしかないですから、ニックモデルは。あれ、合ってないようなもんなんで。で、クラスポもね、ハイブリッドの4駆しかないんで、ね、まあ、そうなる。序列的にはね。ただ、ハリアはレギュラー仕様なのに対して、なぜか NX は廃屋してると。パワーが違うんでしょうね。じゃ、外装ね。外装。NX かなと。まあ、鍵穴が隠れるっていうところと、灯火類はまあどちらもフル LED なんだけど、20インチのホイールを履いてると。このホイールかっこいいなって思ってたんですが、残念なお話をするとですね、このホイール、カローラのダブルバイビーに似てます、僕の感性というのは。UX のね、ホイールはなんかダサいなって思いましたけど、F スポーツの。申し訳ないけどね。このホイールはね、なんかね、カローラと似ちゃってますね。カローラのダブルバイビーと似てるっていうか、クラウンスポーツのハイブリッド Z とも同じですもんね。これはね、なんかもうちょっと F スポーツのホイールは今後変えてもいいんじゃないかなって。これ RX でも流用されてますし、あとこの前びっくりしたのが、例のオンサホイールね、500H F スポーツパフォーマンス限定のオンサが、なんと NX のディーラーオプションにも来たということで、残念と。NX でも付けれるようになっちゃったっていうのはね、残念だなと思います。じゃあ内装ね、これも NX かな。NX の方がやっぱ派手派手しいっていうところと、あと、ハリアーはステアリングがね、例のカローラとか、先代のね、22クラウンのセダンと共用してる例の、乳首ステアリングって言われてるね、僕は別に胸フェチなんでいいんですけど、別に胸も尻も足も、まあ、太ももも大好きなんですけど、匂いもね。もう何を言ってんだろう俺って話なんだけど、ほっぺも好きなんだけど、腕も好きなんだけど、もうどこでもエロを感じちゃうんですけど、いいんだけど、ちょっとやっぱこのステアリングのデザインはね、やぼったいカローラに合わせて作ったよねっていう
感じはすると、まあ、あと NX アンビエントライトのね現行処理が確かなくなってたはず、去年の改良かなんかでなくなったとか言ってたかな、うん、ちなみに内装も去年の改良でね結構派手派手しくなって、あのグローブボックスがねあの色変わったりとかしてますからね。じゃあ ADAS 先進運転支援、これも NX かな。まあこれは1年の差がやっぱでかいな。ハリアの残念ポイントとしてアドバンストパークつけれないですよ。カローラクロスにはつけれるようになったのにハリアではつけれないと。これによって巻き込みのパーキングサポートブレーキも NX のみになってるよという感じ。あとはやっぱ NX にはプロアクティブドライビングアシストっていうのがついてます。まあこれはクルーズコントロール中じゃなくてもあの先行車捉えてね、あの車間調整してくれたりとかしてくれるやつですね。あとカーブにノーブレーキで突っ込んだら減速してくれるみたいな。あと NX には静電検知のスタイリングがついてるということで、まあアウトランダーとかねセレナのルキシオンとか、まあ同じトヨタでもねプリウスとかにはね採用されてるような、触れてればレーントレースアシストの握ってる認識してくれるってやつがあるんだけど、ハリアにはまあトルク感応式と、まあ ZR-V とかねエクストレイルもトルク感応式なんでね別にいいっちゃいいんだけど。じゃあナビメーター、これは引き分けかなと。メーターの情報量はねハリアに軍配が上がります。ただナビサイズが NX の方が14インチありますからね。まあでもアルベルでもついちゃったっていうのはすごいけどね。いやーこの辺はね、いやトヨタレクサスで最近差がなくなったなっていうか、トヨタの方が良くなってるとこはあるなっていう感じちゃうとこですね、うん、じゃあ快適装備ね、これも NX かなと。なんでかねあのリアシートの電動格納がねつかない、あのまあこれはいいか、まあハリアではつけられなくても、でもリアシートヒーターは普通にハイブリッド Z レザーパッケージもつけれるようにしてほしい。オプションでもいいから。ライバルズエクストレイルとか、まあ、ZR-V とかもつけれますし、まあ、アウトバックはね言うまでもないですよ。アウトバックとかフォレスターはまあ言うまでもなく、 CX-5 とか60にもつけれますからね。だからついてるからね。なんでつけれないんだろうハリアのハイブリッドモデルは。これはね大いに謎ですよ。あとレクサスのねクライメートコンシェルジュっていうのは、まあ、ハリアにはないと。あのクラウンからつくのかな。あのシート表皮の温度を測って、あーこいつ暑がってんな、じゃあシートヒーター入れようみたいな機能がね NX にはあるけど、まあ、ハリアにはない。クラウンにはある、アルベルにもあるという、ランクルにもあるということで、まあなんかもうアルベルでいいじゃんみたいなとこあるよね。あと NX の残念ポイントとしては F スポーツのナンバーサポートが 2way なんですよ。これ実はハリアーのランバーサポートっていうのが Z レザーパッケージは 4way あって、普通押す引くじゃないですか前後だけ、まあ、ZR-V 見たかのない車もありますけどランバーサポート、オデッセイとかランバーサポートって普通前後じゃないですか。前後に加えて上下移動もするってやつが NX ではバージョン L にしかないと。上位モデルって意味では F スポーツの方が価格高いんで、 F スポの方がね上位グレードなどにもかかわらず逆に価格が安いバージョン L には上下移動するやつついてるのになぜかないと。ちなみにランバーサポートがね 4A あるのって、あと三菱のねアウトランダーとか、あと BMW の X1M スポーツ、ごめんなさい、ちょ M スポーツでもついてるのに 20i でも 20d でも確かついてたはず。あとシートマッサージとかもね NX 違うX1 とかアウトランダーにはついてるのになぜか NX とか、まあ、RX ですらないですからね、 LX でもないからね。まあ NX はなくてもいいけど RX にはちょっとシートマッサージとか欲しいかなって思いますよ。うん、まああと冷蔵庫ぐらいはあってもいいような気はする。あの LX にはねついてるけどない、 RX にはないと。まあアルベルにも冷蔵庫欲しいけどね。まあアルベルも運転席助手席のマッサージ機能とかあってもいいとは思うけどね。まあこの辺はなぜかね、そうだから他社さんの SUV と比べてもちょっと NX の F スポーツは劣っちゃってると。こういう細かいとこでも劣ってるとやっぱレクサスよりトヨタの方が良くねってなっちゃうとこはある。まあただ NXRX で価格差分の差はあるから、特に250のバージョン L と Z レザーパッケージ、まあガソリン車同士で比較すれば、まあ排気量もでかいし、まあそれだけの良さはあるとは思う。で納期ね一応見とこうか。ハリアー半年、まあ NX 3ヶ月と、まあ、NX の方が早いということで、まあ、ここはあの加藤さん頑張ったなっていう、K さんじゃないかな、アキオッティがなんかいろいろやったのかなということで、まあでももうハリアーはまだフルモデルの噂ないっすもんね。ハリアーはラブ4はもうなんか来るんじゃないか来るんじゃねえかみたいなずっと言われててね、あのすごい楽しみにはしてるけど、ラブ4のフルモデルチェンジ、フォレスターよりは後になるのかな。
まあ、NX は来年の年次改良に期待ということで、なんか加藤さんに会う機会あればね、あのフル液晶メーターとアドバンストドライブつくのいつになりますかとか聞こうと思ったんだけどね。まあまあまあ、それはね、しょうがないっすよ。チーンって感じですけど。ご視聴ありがとうございました。